皆さん、こんにちは。こんばんは。ミッキーでございます。いえいえ。先週ね、月風魔伝復活おめでとうっていう動画がね、なんか思いのほか再生数が伸びてるんで、じゃあ夏芸ネタ何か擦っちゃおうかなと思った時に、ちょうどね、オールアバウトナムコっていう初期のね、ゲームの攻略本の元祖と言ってもね、いいような、本がね、復刻されるっていうことで、じゃあ、ナムコネタで一本動画作っちゃおうかな、と思って、作りました。で、オールアバウトナムコね、1も2も、初版でね、本屋さんにちゃんと予約して買ったんでね、大事に撮ってあるんですけどね、ただ今回の動画用にね、こう一生懸命こう、こじくり返したんですけどね、本はね、もう漫画とね、雑誌と本、押し入れがね、とんでもないことになってて、出しきれんかったんですよね。確か私の記憶がね、正しければ、ナムコミュージアムの化粧箱ですね、全部ソフトが入る化粧箱と一緒に箱に入れて、どっかに直してるはずなんですけどね、それがね、見つからなくてね、見つかってもね、まあ、本の中身はちょっとやっぱり YouTube で公開できないんでね、いいでしょ?いいでしょ?ってこうね、自慢だけになっちゃうんで。本がね、まあ、攻略本はね、今でもゲームの攻略本ってあるんですけども、まあ、復刻がね、求められるぐらい価値があるっていうのは、確かに攻略本のね、元祖という、のもあるんですけども、もう図鑑的な楽しみ方ができるんですよね。要はゲームの攻略以外にも、このバックグラウンドストーリーとか、キャラクター一つ一つを全部ね、写真に撮って表記してあるんで、もう、ぶっちゃけゲームの攻略プラスもう資料集なんですよね。マップがね、全部写真で全部の面をね、ショットが入ってて、キャラクターのね、まあ当時、ドット絵ってやつですね。ドットがわかるぐらいでかく拡大してね。で、キャラクター一つ一つに全部名前と設定があってね。トータルで活字でゲームを楽しめる本ということでね。で、今でもたくさん攻略本あるんですけども、なかなかね、そこまで踏み込んだ本っていうのはね、ないように感じますね。はい。で、プレステでね、ナムコミュージアムっていうシリーズが、発表された時もね、いっぱい攻略本が出たんですよ。オールアバウトナムコの再来かな、とね、いろいろこう、本屋さんでチェックしたんですけども、中身がね、しょうもなくてね、当時いっぱいナムコミュージアムの攻略本はあったんやけど、薄い内容でね、ちょっと残念でしたけどね。ただね、そのオールアバウトナムコもね、まあナムコミュージアムの時に感じたんですけども、まあマップとかね、敵の配置がわかるんで、確かに攻略とかには役に立つんですけども、まあ今と違ってね、エミュレートの技術っていうのは当時なかったんでしょうね、多分ね。プレステやったらもうプレステ用にプログラムを作り直すみたいな感じだったんで、敵のね、アルゴリズムが全然違うっていうのがね、結構多かったんですよね。私もね、あ、懐かしいと思ってやったらなんか違うよなっていうね。一番はっきりわかるのはね、パックマンね。ナムコ、オールアバウトナムコにはね、有名なパックマン256面って言って、256面になったら画面がぐちゃぐちゃっと潰れてね、プログラムがバグるという現象が有名なんですけども。まあ、256面行こうと思ったらもう、カンパタ作らんとね、無理なんで、256面行ける、その完全なパターンっていうのがね、載せたんですよね。オールアバウトナムコ発売当時、もうね、
ゲーセンにパックマンを置いてるところがね、近くになかったんですよね。うちの近所のところにね。駄菓子屋でもね、なかなかね、パックマン下落者になるとね、もう、リクダーとかはね、結構置いてるとこ多かったんですけどね、家の近所なくてね、一回試してみたいなと、そのプレステのね、ナムコミュージアムが出た時に、試したんですけど、全然ダメでね。まあ、今までね、自力でだから、256名見たことないんですけども、不思議とね、アンドロイドのアプリでね、パックマンの256名のゲームがあったりとかしてね。なかなかちょっと不思議な気分になりましたけどね。パックマンもね、なんかスイッチで、まあパックマン99とか言って新しくね、まあまあ、シンプルゆえに飽きないっちゃ飽きないんですけどね。まあ、新しいフューチャーもあってね、パックマンチャンピオンシップとかね、なんか、いろいろだんだん過激になってますけどね。オーラバートの1の時はね、なんかポールポジションがね、まるまる抜けてたんでね、これはあかんわと思って、復版買わなかったんですけどもね、あれなんですよね。できたらね、私ももう本とか、CD とかで部屋がね、いっぱいいっぱいなんで、デジタル版がね、欲しいんですけどもね、CD とかもね、もう今更、もう買いたくないんですけどもね。まあ最後に買ったのが源平東マネンのね、DVD 付きの CD ね。それがもうゲームネタ最後の購入した場になるんですけどもね。本はあれなんですかね。デジタルで配信すると利幅が減るんかな。なんか、紙の方がね、いいのかなって思うんですけどね。いやー、まあでもできたらもうね、両方、神とね、神の方がいいっていう人も多いでしょうけど、私なんかはもうオリジナル持ってるし、デジタル版があったらね、買ってもいいかなと思ったんですけどね。とか、デジタル版出してくれないかなって思うんですけどね。あと、当時、まあレコードとかね、もう買った、いろいろ買ったんですけども、私神戸に住んでてね、阪神大震災で、レコードとね、レーザーディスク、だいぶ、半分ぐらい、やられましてね。CD は大丈夫だったんですけどね。レコードもだいぶね、買ったんですけどね。あとね、まあ、オールアバウトナムコは見つからなかったんですけども、これが出てきましたね。これ知ってる人いますかね？ナムコの伝説って言いましてね。VHS なんですけども。ちょっとエロいテープっぽいでしょ。こういう風に小雑誌が入ってましてね。これね、攻略ビデオじゃなくてね、違うんですよ。なんかナムコのね、スタッフの方が自分で作った、なんかプロモーションビデオらしいんですよね。ですんで、ウルモクで作った、編集した、映像じゃなくて、あくまで実験的に作ったね、なんか、プロモーションを集めた作品なんですけども、このね、源平東馬伝だけはね、最近出たCD にね、特典として DVD に入ってますね、この映像はね。他の作品はね、ちょっと、アマゾンとか見たんですけども、DVD 化はされてないみたいですね。もしかしたらされてるかもしれませんけどね。まあ、こういうネタをね、YouTube でね、皆さんに共有したいなと思うのは山々なんですけど、これ多分、ね、公開したら怒られるやろね。中への関係でね。ナムコさんは結構そういうマルチメディア展開結構ね、頑張ってはって。ゼビウスに関してはね、レーザーディスクもね、私持ってたんですけどね、ゼビウスのレーザーディスク。それももうね、しょうがない。地震でなくしちゃってね。基本的にオールアワートナムコって、まあアーケードのゲームの本なんですけどもね。
応ね、その、プレステ1世代のね、そのナムコミュージアム。まあ、この前、ね、プレステ3、PSP、PSB ビタのね、配信やめる言うて、言いながらやっぱりやる言うて。まあ、その中にね、まあ、含まれてるんですけどもね。何本ぐらいやろな。1000円ぐらいで買えるんかな。あと、ナムコのね、アーケードゲームがいっぱい移植されたハードって言ったらね、まあ、X68000 はね、パックランドのこのボタンとかね、リブルラブルのダブルスティックとかね、そこまでね、移植されてましたけど。まあまあ、あれですね。68000に関しては、あれ、ボスコニアンのオリジナルモードと、スターラスターのオリジナルモードぐらいですかね。他はもう大概、他の機種で移植されてますからね。あと、あれですね。Wii のね、バーチャルコンソールの時にもういっぱいいっぱい、ナムコミュージアムにも今まで入らんかったやつがね、移植されたんですけども、これはもう今あれですね、手に入れようと思ってもね、任天堂さんやってないんでね、復活してほしいと思うんですけどね。Wii U はまだやってるのかな、サポート。どうやろう。でも Wii U 自体手に入れられませんもんね。なんとかね、スイッチ今度、今年ね、新型が出る言ってますけど、Wii のね、時代のソフトもね、遊べるように、ちょっと、ご配慮いただけないなとは思うんですけどね。懐かしのゲーセン野郎にしたらね、いつまで昔のこと引きずっとるんやって言われそうです。こればっかりはしょうがないですよね。やっぱり思い出補正っていうのがかかってますからね。いつまでも多分ね、死ぬまでゼビウスやってると思うんですけどね。プレステのね、中にもその、なんかゼビウス尽くしのね、ゼビウス 3DG っていうのにね、ゼビウスとスーパーゼビウスが入ってるとかね、そういうのもあるんでね、ハードの互換っていうのは、ほんとね、厄介な問題ですよね。もう、ハードばっかり増えてね。まあ、ほぼほぼね、ほぼほぼ、アーケード出てる名作はね、移植はされてるんですけどもね。まあ、個人的にね、アーケードで結構おもろかって言い出来やったのに、なぜかね、全く移植されないゲームがね、ね、ナムコの関係者の方、まあ、見てるはずはないと思うんですけどもね。まあ、一応ね、このゲーム、移植してほしいなっていうのがね、紹介したいんですけどね。まずね、まあこれ今で言うレールガンシューティングになるんですけどもね、スティールガンナーっていうゲームがあるんですよね。これはね、曲がすごい良くてね。で、まあロボット軍団とね、と戦う、こう、バキバキ打ちまくるゲームなんですけどね。こんなん、PC 用でね、こう、マウスでヒューッと、バワバワバッとこうね、打ちまくって、遊べるようにしてくれたら、結構楽しめるんじゃないかなと思うんですけどね。なかなか自分が、パワードスーツで注入受けるんですよ。ジェット推進でね。そういう設定なんでね、こう、非常にね、こう、バワバワッと打ちながら、こう、ヒューッとこう、画面のね、演出がすごいね、好感があってね、すごい良かったんですけどね。これはもう全く、家庭用に、もう移植すらされてないですね。はい。まあ、筐体込みのゲームやと思われてるんでしょうけどね。多分、普通にパッドにしてもね、面白いと思いますね。はい。あとね、これめっちゃ好きやったんがね、メタルフォークって言ってね、まあ、セガのね、サンダーブレードみたいな感じのゲームなんですけどね。こう、高さのね、このレバーがあってね、ヒューヒューとこうね、上から下からね、こう落ちるようなこう高度差が感じられてね、
ちょっとお腹の下がね、うっと痛くなるような感じがね。好きなゲームなんですけどね。これはね、これも曲がすごい良くてね、面数はね、そうでもないんですけどもね、なかなかね、こう、ダイナミックで迫力のあるゲームやったんですけどもね、これも全く家庭用では出たことないですね。めっちゃゲーセンでようやったんですけどね、メタルフォーク。メタルフォーク発信ね。ははあとこれもね、大型筐体なんですけど、サンダーセプターね。これはね、かっこよかったのにね。曲が、これも、ナムコさんはもう全体的に曲いいっすからね。これもなんか、宇宙空間をね、高速でこう、ぶっ飛ばすような感じのね。まあ、シューティングっちゃシューティングなんですけど、3D 視点で、疾走感のあるね。いい感じのゲームだったんですけど。これも、まあまあ、シューティングっちゃシューティングですけどね。これも、ちょっと、移植してほしいなと思うんですよね。障害物をね、ヒューッとこう、すり抜ける感じがね、いい感じで、おもろかったんですけどね。まあ、こうしてみるとあれですよね。やっぱり、大型筐体のゲームって、やっぱり、筐体込みじゃないと面白くないよねっていう判断なんでしょうね。まあ、それでもいいんで、ちょっとね、出してほしいなと思うんですけどね、サンダーセフター。あとね、これはまあまあ、最近なんですけども、ファイティングレイヤーっていうゲームがあるんですけどね。これは今ファイティングレイヤー EX とかいうのが、ね、プレステ4とスイッチで出てるんですけども、その前のバージョンですね。プレステ時代の、格闘ゲームなんですけど、これはね、なんか独特のなんか、スピード感があってね、戦いに。すごい好きやったんですけどね。これも全然家庭用で移植される気配がなくてね。で、ファイティングレイヤー EX におまけで入ってないかなとかね、期待したんですけどね。それは全くなかったですね。まあでも、開発はね、これもアリカさんなんですけどね。岡本良樹さんの YouTube チャンネルにたまに出てくる社長のとこですね。ファイナルファイトのね、真のエンディングを見るとメッセージで出てくる人ですよね。これでも販売元がナムコやから多分、権利ナムコなんじゃないかなと思うんですけどね。今やったら、ね、プレステ基盤システム2のゲームやから、鉄拳と一緒やから、サクッと移植できるんじゃないかなと思うんですけどね。何があかんかったかな。ちょっと不思議なんですよね。あとね、まあまあ移植はされてるんだけど、あれなんですよね。なんか iPod のゲームで移植されてるんですけどね。スタートリゴンっていうゲームなんですよね。こう、惑星の周りをね、くる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 回りながらね、こう、ヒュッとこう、違う惑星に移ってね、こう陣取りゲームして、宇宙人を救うっていうゲームなんですけどね。ミスタードリラーのね、なんか巨大軍みたいな世界観でね、まあ、酸素があるうちにね、画面中の宇宙人を助けてあげるっていうゲームなんですけど。これもあれですよね、全然面白いのに、なぜか iPod だけで。しかも iPod を、あ、そうか。iPhone でできるんか。iPhone、iPod Touch で一応できるんですけどね。これもなんかちょっと、こういうのじゃなくて、こう、パッドで遊びたいなと思うんですけどね。でもね、最近なんかね、昔のね、ゲームのレコードとか結構盛り上がってるみたいでね。この前なんかちょっと衝動買いしそうになったんですけど、サラマンダーのね、まあ、コナミさんのサラマンダーのなんか、サントラ、ファミコン版と MSX 版のやつ、衝動買いしそうになったんですけど、まあ、結局、在庫切れでね、命拾いしたんですけどね、ジャケットがね、もうこんな感じでね、かっこいいでしょ。これ、もうジャケ買いしちゃうでしょ。
もうね、洋楽はよくね、あ、この子可愛いわって思って、ジャケ買いとか用意しましたけどね。ゲームのレコードで、ジャケ買いしそうなの、初めてです。ということで、ね、好きな人は、好きなままでね、多分死ぬまでそのままやと思うんでね、復刻する際は、中身はそのままで、手に入れやすい形でね、復刻していただけたら、助かるなと思います。以上、ナムコのすすめでございました。やっぱりね、スイッチとプレステ5世代でね、スイッチもなんかね、ナムコミュージアムあるんですけど、なかなかね、有名どころしかないんでね。まあ、ね、売る方もね、ニッチなアイテムを、ファンのね、熱狂的な声援に、そうかなとか言って、調子乗って出したらとんでもない赤字だったっていうこともあるでしょうからね。ということで、ゲームメーカーさんは、過去のゲームがね、上位互換で動くようにしていただいて、雑誌メディアさんは、なるべくね、デジタルで配信していただいて、音楽ネタのね、権利持ってる人はね、なるべくストリーミングでね、配信していただくようお願いいたします。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。よろしかったらね、グッドともね、登録の方ね、ぜひお願いします。ありがとうございました。